もともとの発言は、はい、別にそんなに押してる押してないみたいな話ではないんですよ。あ、うん、まあ、単純にもともと日本っていろいろな指標がずっと驚くぐらい横ばいだったじゃないですか。 それは成長できてない、うん、でさらには物価も賃金も上がらない、まだそれは残念なことなわけですよね、うんうん、でただ、まあ、ここ数年はたまたま世界経済が全体としてとてつもない危機の状態に入ってるじゃないですか、うんうん、はい、でインフレ率のドカンと 10% ぐらいまでいっちゃった。で2021年ぐらいから23年ぐらいまで、うん、ほとんどの国の GDP 成長みたいなものダダダッと右肩下がりですよね、うん、はい、でその中でなぜか日本だけインフレ率が数パーセントに抑えられている、はい、GDP 成長率もほぼ横ばいと、うん、よくも悪しくも、まあ、世界からやや孤立していて安定していると、はい、まあ、これがこの横ばい力が相対的にこの数年だけ日本の魅力として現れてきている。でそれをもう少し広く解釈すると、日本って経済だけじゃなくて政治とか社会とかが良くも悪しくもものすごく安定しちゃってるじゃないですか、はい、うん、でこういう日本の安定というのが危機の局面では魅力として現れるっていう、その程度の話なんですかね。この成田さんの横ばい力に異議を唱えていらっしゃいます、経済政策アナリストでいらっしゃいます池戸万作さんです。池戸さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、これ世界の GDP に占める日本の GDP シェア率なんですけども、90年代は2016から17ですが、世界の6分の1ぐらいを占めていたんですが、それ以降ですね、小泉竹中政権ですね、急落火力をですね、日本は発揮しまして、7.8% を越したと。で以降もですね、引き続きこの落下力をですね維持しまして、現在では 4.7% で、今後もしっかり落下力を発揮しまして、他の国が成長している中で日本だけは落ちていくんじゃないかという危惧を持っています。これが日本が経済成長しなかった、これ唯一の理由になります。なんで経済成長しなかったというのは、これはですね、日本だけがですね、年平均で 1% 程度しかですね、政府支出を増やしてこなかったということですね、うんうん、他の国でも、例えば先進国でもイギリスは、25年間で3倍にしてますし、ちょっとこのデータにはないんですけど、アメリカは20年間で3倍ぐらいに経済成長させています、うん、でお隣韓国、政府支出を増やしています。でお隣の韓国に至ってはですね、7倍に25年間7倍に政府予算を増やしていますので、うん、そういう中日本だけがですね、年平均 1% ぐらいしか増やしてないので、これを、私はですね、韓国並みですね、年平均 10% ぐらい政府支出を増やすべきだと、うん、ちびちび、はい、国がお金を投入したから全然富を生み出せなかったと、はい、まあ言い方悪いけど、お金を燃やすぐらいじゃんつぎ込めば、その分富も増やせてましたよねってことを教えたいということでいいですね。そうですね、はいはい、よってこの政府支出こそがですね、お金の総量を増やして、それが経済成長の、うん、源泉となるということ、うん、相関図を取っていますと、うん、そういうことですね、政府支出を増やした国ほどですね、うん、実際名目成長率が高くて、高いのでですね、うん、まあ、政府支出こそですね、唯一の、はい、経済成長源泉だと。なんかその政府支出の伸びが少ない国ほど GDP の成長率も低いっていう話ですよね、うん、これで政府支出を増やした国は経済成長が高まったんだっていう話があったじゃないですか、うん、なんで政府支出が経済成長を動かす断言できるんですか。単純に経済成長してない国は、うん、お金も入ってこないので政府支出を増やしようがないっていう、ただそれだけの可能性もありますよね。国には通貨発行権があるわけですから、はい、別にその税収から取らなくたって政府支出というのはできるんですね、はい、でもそれで政府支出をしたら経済成長しますっていう断言が全くわからないです。ですからそれでお金を配ることによってですね、個人消費が増えたりですとか民間投資が増えるということですね。なんでそう断言できるんですか。でそれはお金が手元にあったら皆さん使うでしょうと。先ほど言ったように安倍政権の時に一律10万円給付したら白物家電が売れるようになったと、実際そういった現象があるわけですから、それはもうほぼ間違いないと思いますし、実際 GDP の項目の中に政府支出の項目もありますので、公共事業とかやればその分だけ政府の政府支出が増えて GDP も増えるということですね、うん、日本人が誰一人働かなくなったりしますよね。で政府が新たに1人100万円分だけお金をすりました、はい、みんなに配りました、みんなお金を使いたいのでその100万円をパチンコに使いました、はい、これで経済成長してみんなが豊かになりましたっておっしゃってる、まあ、そんなのはあの誰も働かなくなるということはないです、ね、いや なるかもしれないじゃないですか。いや、そこはならない。仮になったとしますよね、はい、仮になったとしてパチンコ屋さん以外誰も働いていない。だってみんな100万円手に入ったわけじゃないですか、はい、だから1億人が100万円ずつ使うんですよ。100万円で怠けようって人がどれだけいるかって話ですよね。いや仮にですよ、はい、
で100万円みんなが使ったらそれで経済活動が増えてるから経済成長してみんな豊かになりました、はい、それで日本は成長してるっていうふうにおっしゃってるっていうふうに聞こえるんですか。そういうことですか。そうですね、はい、皆さんその働かなくなること自体はまずありえないわけですから、その過程自体がおかしいので なんでそう思われるんですか。その100万円で仕事を辞める人いますかって話です。月に1人100万円配るんですよ、はい、私は休む、はい、池田さんのおっしゃるシナリオは一つの可能なシナリオとしてはあると思うんですよ、はい、政府がお金をすりました、それを配りました、はい、みんな働き続けて同じかそれ以上の経済活動頑張ってします、はい、でみんな貯蓄せずにちゃんとその100万円を使います、はい、しかもみんなが100万円追加で使うようになったのに、はい、大したインフレは起きず、はい、物価も安定したままでした、はい、もしこれが全部実現するんだとしたら、まあ、確かに経済活動が増えるかもしれないと思うんですよ、はい、ただ今言ったような条件が整う理由なんて何もないじゃないですか、まあ、実際韓国とかはこれ政府支出 10% ぐらい増やしててもですね、これ年平均インフレ率は 2.5% ぐらい。いやそれは韓国人はサムスンを作った BTS を作っただから稼げるようになった、稼げるようになった国はみんな税金を納めることができる、だから政府支出が増やせるようになった、それだけかもしれないじゃないですか。だから政府支出を増やしたから GDP が増えたっていう因果関係を断言できる根拠が何もないじゃないですか。因果関係は政府支出が先です。なぜです。自由に通貨発行できるわけです。それはそうですよ、はい、自由に通貨発行できる政府が支出をしたら経済成長が高まるって断言できる理由は何もないじゃないですか。ですから配ったら消費は増えるでしょうと、政府支出という項目自体もあるわけですから。じゃあものすごく政府支出が多いところとそうでもないところは何の違いがあってそうなったのかっていうことを成田さんおっしゃってると思います。だからみんなそれが分かってるんだったら最初からそうしますよねっていう話だと思います、はい、なんかそういうふうにした国が勝っていくっていうことですね。どんどん経済成長していくし、逆にやっぱヨーロッパ諸国とかも それが理由で勝ったかもしれない、はい、だけど全然別の理由によって経済成長が作り出されていて、経済成長できた国は政府支出も増やせてるだけかもしれないじゃないですか。だからおっしゃってるのは A かもしれない B かもしれない、はい、だから A だって言ってるのと同じなんですよ。だからそれ経済成その政府支出を増やさずして経済成長した国というのがほとんど存在しないということですね。しっかりこれ政府支出を増やした国ほどやっぱ経済成長してるわけですから。増やせなかったっていう、いやでもそれはその2つが連動してると、ただそれだけじゃないですか。それ以上でもそれ以下でもないですよ。でもしかしたら政府支出をちゃんと増やしたから経済成長した、はいっていうあなたのシナリオ通りかもしれないですよ。そうです。でもそうじゃないかもしれないじゃないですか。はい、でそんな中でお金をすれば、お金を国がすれば経済成長するって断言するって無責任すぎませんか。それでみんなに100万円配ってハイパーインフレが起きたらどうするんですか。年間100万円程度ではハイパーインフレは起きないですね。逆に年間100億円だったら、100億円だったらハイパーインフレ起きますけれども、なんで100万円でハイパーインフレが起きないと断言できるんですか。国内の GDP は500兆円あるわけですから。だから、いやちょっと待ってください。過去数年でコロナ対策っていう名目でいろんな国がお金を吸って配りまくったわけですよね、はい、家計にも配りまくった。でも配りまくったって言ってもせいぜい数十万円の給付金を配ったとか、その程度じゃないですか、はいはい、それ で、その程度のことをやっただけで、はい、全世界で 10% ぐらいのインフレが起きて、それで大変なことになってるんですよ、はい、そんな中で全国民に100万円配ってもハイパーインフレが起きないってなんで断言できるんですか。なんか金額的にそこまで大きい金額ではないというのが一つと、それはあなたの感想ですよ、他の国そのハイパーインフレが起きたっていうのは、はい、インフレ率が高くなったって、これはもう戦争の原因がやっぱり一番大きいですから、ロシア、ウクライナで。いやだからそれエネルギー資源が上がったという、それこそ典型的な経済評論からただの感想じゃないですか。こうかもしれないっていう、ただそれだけで100個ありえるシナリオのうち1個を抽出してそれが起きるって断言してるだけじゃないですか。だからそれは来年世界恐慌が起きますって断言し続けているよくわからない経済評論家の人たちと全く同じですよ。だから実際に経済成長しっかり起きている、他の国ではしっかり起きていたということです、はい、でもそれはもう、じゃあ僕はちょっと代わりの仮説を提示しますよ、はい、日本人はサボってしまった、韓国人は頑張っていた、はい、だから韓国人は経済成長できて日本人はできなかった、はい、ただそれだけかもしれないじゃないですか。いやそういったことはないですよ。お金がなんかお金を配りに損ねてしまったから経済成長しなかったっていう。いや なんでそう言えるんですかって聞いてるんです。だから他の国はしっかり経済成長しているし、実際一律給付金を配ったら消費が増えたということですね、はい、本当に大丈夫ですか。
はい、だってこれしかも原因はないですから、どっちが先かはやっぱりわからないと思いますよ。だから内田さんがもともとおっしゃってる部分でいうと、どっちが先か、結果的にはそうなってるけども、どっちが先かっていうのは説明がつかないところはやっぱあると思いますよ。政府支出が必ず先だっておっしゃるのは、それは分かりませんよねっていうのはもうその通りだと思います。で、本当に他の国に比べてなんでこんなことに日本だけなっちゃったんだろうと、うん、まあ、いろんな原因の可能性があって、いろんな原因が組み合わさってるんじゃないかと勝手に予想してます、うんうん、もしかしたら、まあ、まず一つは高齢化の問題はありますよね、はいはい、で高齢化して、まあ、みんな働く労働生産性とか効率みたいなものも落ちてるかもしれない、うん、働ける絶対量も減ってきている、うん、で最近だと人口がどんどん減り始めている、はい、でまあまあ人口が減るぐらいのことが起き始めたら経済成長も止まりそうだよねっていうような話もあると思うんですよ、はい、でそれ以外にもしかしたら、まあ、中国とかアメリカが作り出せたような超巨大な新しい産業を作り出すことに失敗してしまった、でそれはもしかしたら超少数のとてつもない起業家を輩出する仕組みがたまたまにここ数十年の日本が作れなかったとか、それっぽい人たちが出てきても特捜検察とか出てきて逮捕しちゃうみたいなことによって目が集まれたのかもしれないですよね。でそういういろんな要因があると思うんですよ。で多分そういういろんな要因が組み合わさってとても複雑なことが起きてるんだと思うんですよ。でそういう複雑なことが起きている時に何の根拠も論理もなしに何かが特定の原因だ、でその原因さえ詰めば問題が解決しますって断言するのはただの情弱ビジネス以上でも以下でもないじゃないですか。でそういう人たちがテレビとかネットとかにはびこってるっていうことを僕は心の底から軽蔑しているということです。はい、ありがとうございます。日本は政府支出を増やさなかったのが失敗の原因だというふうにおっしゃってるんですが、はい、それはなぜやらなかったのかなと思うんですよね。その支出を増やすということを、はい、多分やらなかったにはやらなかったなりの理由があるんじゃないかなと思うんですけど、そちらどういう理由なのかな、まあ、そのできなかったって意味も、そうですね、もちろん、はい、だと思います。はい、やっぱりあの政府が通貨発行できることを単純に知らなかったということですね。はい、財源調達は全然できるんだということをですね知らずに、国債発行したらこれ以上国の借金増えて大変だということでみんな控えてしまったと、政府支出を控えてしまったと。で単純に無知だったっていう、単純に経済学者が無知だったということですね。で国債といっても地獄通貨建て国債ですので、全然あの日本は財政破綻するんじゃないかって心配されてますけど、これはあの、全くもってフェイクニュースで、経済あの財政破綻することはないということですね。まんべんなく全体的にお金をまず出すってことが、大事かなというふうに思います。そこはちょっと強調して言いたいという感じですね。成田さんどうですか。全くわからないんですが、でもさっきの話に戻るとなんで政府支出しないのかっていうことで言うと、まあ、やっぱ政府支出増やしましょう、で、まあ、極端な場合お金を吸って配りましょうってことをやって、で、まあ、みんなが使い始めたとするじゃないですか、まあ、そうしたら世の中に出回る紙幣の数が増えちゃうんで、まあ、普通に考えるとインフレが起きても全然おかしくないじゃないですか。で一度インフレが起き始めてしまうとどうにかそれを抑えたくなりますよね。だけど一度一月100万円もらえますってなった国民がその100万円を取り上げられることを許すかっていうと多分許さないと思うんですよ。そう考えるとこう日本みたいな民主国家では一度政府支出を増やし始めると何か問題が起きてもそんな簡単には元の水準に戻せないんだと思うんですよ。あの薬打ち始めちゃったみたいなもんなので、はい、癖になるってね、でそういうその政治とその経済のものすごく難しいバランス関係があるので政府支出を増やすときにはすごく慎重にならなくちゃいけないっていうふうに考えて、でそのためにいろいろな制度を作ってきたっていうのが、まあ、ここ100年ぐらいのさまざまな国の歴史で、だから日本も原理的にはそのおっしゃった通り日銀がお金をする、でそれで政府が発行した国債を引き受けてそのまんまお金をばらまくってことできるっちゃできますよね。ただそれをやるとやばいっていうことでそれをやるときには国会の審議が必要とかいろんな制約を課してるってことだと思うんですよ。なのでその政府支出に何のリスクもないみたいなものは全然僕根拠がないと思っていて、もちろんリスクがなくうまくいく可能性もゼロじゃないとは思いますよ。ただ同じようにインフレが起きてみんなが悲惨な目に遭う可能性だって十分あるっていうことだと思います。だからそこは金額によるという話で、まあ、年間100万円ぐらいが妥当だということを言ってられる、はい、その年間100万円という数字特に根拠ないですよね一般論として言えば、うん、まあ、いくら発行するかと同じかそれ以上に、うん、それを何に使うかっていうことがどう考えたって大事だと思うんですよ。で、何の価値も作り出してないゾンビ企業に投資するのと、うん、今後100年間頑張って働いてくれる新しい子供に投資するので、うん、同じわけが普通に考えたらないと思うんですよ。おっしゃる通りです。
ということで言うと、長い目で見たときに社会とか経済の成長とか豊かさに貢献してくれそうなものに投資するってことが大事だっていう、うん、ごくごく当たり前のことがいくつかある、うん、まずもう全体的な総量を上げることは一番大事だということを強調していきたいということですね。わかりました。だから僕はちょっと全体として思うのは、そのさっきからずっとやっぱ経済学者がとか国がみたいなことをおっしゃるんですけど、その経済学者とか国の偉い人たちが何かを考えて、はい、はい、何かやれって一言言ったから国全体の経済が成長するっていう世界観自体が何の根拠もないんじゃないかと思うんですよ。で、経済ってそんなに単純じゃないからこそ、1億人もいる人たちがそれぞれ何をやったらいいかわからないまま試行錯誤して、いろんな会社を始めては一部はうまくいってほとんどはダメになるってことを繰り返すわけじゃないですか。で、だからその経済を動かしていくっていう時には、何か人が結果として求めていたようなサービスとか財とかを新しく作り出す、でそれが価値があったからそれにお金を払いたい人が生まれる、だからそのものに値段がつく、その結果としてみんなも稼げるっていう当たり前の循環があるわけじゃないですか。で、こういうその経済の実態のことを議論せずに、国の中にいる審議会の経済学者が何をすべきか決めるだけで経済成長できるっていうこと自体が根拠がないと思うんですよ。で、その根拠のないことをなんかネットにいる人たちが妄想で描いた世界像に基づいて、こう議論するから、例えばなんか竹中平蔵さんみたいな人が日本経済をダメにしたとかっていう議論になるんだと思うんですよ。ちょっと考えれば、竹中平蔵さん一人が日本経済をダメにしたり良くしたりとかできるわけないじゃないですか。まあ、そこは小泉首相に重用されたっていうのはあるじゃないですか。いや、だからそういう、はい、それはポジションに対する劣等感だと思いますよ、はい、いや、それはもう別に、そんな経済学者が経済を変えられるわけないじゃないですか、はい、そんな簡単に。でもやっぱりそれだけ小泉さんが竹中さんのことを聞いてやってる。何も新しい商品とか産業とかサービスを作り出してないのに、はい、国が何かをやっただけでなんで経済とか豊かさが伸びるっていう。それ作り出せてないのが緊縮財政で、政府支出を増やさなかったのが根本的な原因だっていうのが私の議論ですから、というのが何も根拠がないなと私は思いました。いろいろ見えてきたものは